総会の中で株主からは、鈴木会長のこれまでの功績に対し、感謝しつつも、世代交代を支持するという意見も出ていました。総会では株主から新体制を評価する声がある一方で、今回の人事について、しこりが残るのではないかなど、鈴木会長が退いた後の経営体制を不安視する意見も上がっていました。鈴木会長は、 顧問として残り、今後も応援していくと明らかにしたものの、鈴木氏の影響力が残ることを懸念する声もあり、今後の執務室は本社とは離れた都内のホテルに置かれるということです。